はい。皆さんおはようございます。42歳サラリーマンパパサと言います。ということで、今回はですね、私の人生大きく変えるかもしれないと言ったら過言なんですけれども、ちょっとドキドキするね、出来事についてお話ししたいと思います。なんとですね、マラソン大嫌いな私が、京都マラソン2025に応募したんです。驚きですよね。実はね、私、スノーボード、 や、フットサルとか、ロードバイクといったスポーツは大好きなんですけれども、マラソンだけは別なんです。中学校の野球部以来ですね、長距離を走ったことがありません。もうめちゃくちゃ嫌い。あの時間が人生で一番嫌いと言っても過言かもしれないです。 正直日本で一番マラソンが嫌いな自信があるぐらいなんですよね。そんな私がですね、今回京都マラソンに挑戦しようと思った理由、三つあります。これからですね、その理由をお話ししていきたいと思います。一つ目の理由はですね、えー、まあ挑戦ですね。でどういうことかというと、40歳を過ぎてから、えー、毎年一つずつですね、新しいことに挑戦しようと決めました。 で、2025年2月に京都マラソン2025あるんですけれどもその時私は43歳なんですよね。で43歳の新しい挑戦というのがこのマラソンに,にしようという,うに思いました。うん でまあ、私はですね年を重ねても、まあ、新しいことに挑戦する気持ちを持ち続けるってことは大切だと思っていて、まあ、人生に限界なんていうのはないと思っているので、まあ、40歳のね40代もね、まあ、悔いなくもう全力で、えー、楽しもうと思うためにですね43歳の挑戦はマラソンと、えー、いうことに決めました。 で二つ目の理由は、まあ健康への投資という意味ですよね。で、YouTube では何度か、えー、YouTube だけじゃないな、YouTube とかブログでも何度か何度か。えー シェアしてますけれども私はですね今年の健康診断でも脂肪肝という診断を受けましたで2年連続ですねお医者さんに一応マジでちゃんと、えー、改善していかなあかんともう鬼の形相で言われたって言った過言かもしれないですけれども脂肪肝マジで治しに行きなさいとほんまに子のまがやったらダメよと本当に肝硬変とか肝がなるよと。 いうふうに言われています。なので、京都マラソンに向けてのトレーニングをね、通じて、まあ、要するに京都マラソンに出るってことはその一日だけじゃないですから、それまでのね、トレーニング、毎日のようにやっぱり走ったりとか、えー、運動しないといけませんから、まあ、あの京都マラソンに出るということで、それに向けてのトレーニングを通じて、この脂肪肝の問題を解決したいというふうに思っています。で、三つ目の理由はですね、まあ、自分との約束を守ると。 いいいううのの試したいっていうのがありますでどういうことかというと先ほどの志望感の話につながるんですけれども,もうマラソン大嫌いなんであの明日から走らんとなとか明日からジョギングしようかなと思っていてもやっぱり人間ってなかなかできないですよねなのでもう京都マラソンに申し込んで「えいやー」で申し込んでもう逃げ場をなくすともうやるしかないと。 いいう状況に自分を追い込むためなんですよね、はい、でまたこうやって YouTube とかポッドキャストでブログで皆さんに宣言することで「あやっぱやむよ」というふうに言えない状況にしてしまうと。でこういう形でもうやるしかない状況に自分を追い込む環境をそういうふうに追い込むことで、えー、こう嫌なことでもチャレンジできるんじゃないかなというふうに思います。ということで、えー、マラソン大嫌いな私が。 京都マラソン2025に申し込んだ3つの理由をお話し,しました、うん。40歳過ぎてからでもね、新しいことに挑戦するということでねあの、人生を大きく変えるきっかけになるというふうに信じています。と言っても、まだね、実は出走できるわけではどうか分かりません。うん、抽選ののの結果の通知は10月4日予定なので えーまあ、その日にね、また、あの、こうやって皆さんにどうだったかっていうのをシェアしたいと思います。ただ、じゃあ10月4日までのんびり待つんじゃなくて、その結果に関わらずですね、この挑戦始まっています。なので今日からね、少しずつマラソン、ジョギング練習からまあ始めていきたいと思いますので、えー、皆さんもですね、ぜひぜひ、このマラソン、京都マラソン感想への私の挑戦ですね、ブログとか YouTube、ポッドキャストでどんどんあのシェアしていきますんで、皆さんぜひ応援いただければ、あのー、 きっと私の力いや私だけじゃなくて、えー、マラソン走るみんなの力になると思いますんでね是非是非この挑戦を追いかけて応援いただければと思います。ということで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。